ャンパン飲まなかったじゃん、つ。いや、飲もうとしてたのよ。グラスにあれが入ってたから。入ってたのが悪い、みたいになっちゃう。あれと。水飲んだら水。酒くれ、酒くれ。水飲んで。辛いでしょ。大丈夫。オッケー。来て。何来て。寮のさ、うん、咳がうるさいの。いや、ほんとに、まあ、なんか、道行く人が、向かい側に、あの、向かい側にさ、歩いてるおばあちゃんだってさえ、うん、寮の席でびっくりするぐらいうるさいの。ああ、確かに。どうにかしといて。どうしたらいいかな。そんな悩み？どうしたらいいかな。あ、交渉できんもんな、それは。交渉？まあまあまあ、直接的にまあ誰かにかかってるわけでもないから、まあ、別にいいっちゃいいんだけど、難しいかな。あれはもう生理現象だからね、うん、むしろもしかしたら咳してる自分がかっこいいと思ってるかもしれない。あ、そういうとこあるよ、あの人。そうね、威厳保つところもある。あるあるある、咳で。あるある。そうそう、どうにか言ってよ。いや、あなたが言ってよ。もうでも俺はもうあれに慣れてるから、あれが普通なのよ。いやいや、もうなんかあれで回ってるから俺の世界は。いや、でもおじいちゃんおばあちゃんびっくりしてたよ。ああ、まあまあまあ、俺は普通だから文句は言えない。まあ翔ちゃんが困ってるならなんかもうまあまあまあ言うけど、うん、ひっくり返ってたおばあちゃん。ひっくり返ってた。そうそうそう、おみたいな目合っちゃった気まず。まあまあ外でな。そうそう、気をつけてっていうしかないけん。なんかもっとないの？もっと、もっとがいい。りょうくんに対してのさ、思い。もっとか、ちょっと、もっと。もっと。基本さ、なんかラブラブだからちょっと悔しいんだよね、俺。なんかさ、俺結構不満言うタイプじゃん。恋愛に対して、はいはい。なんかそれに対して、翔ちゃん乗ってくれてると思ってたら、翔、はい、ちゃん乗ってくれないタイプじゃん。そんなことないけどね。そんなことあるよ。翔ちゃん結構さ、りょうくんさ、ベタ褒めするじゃん、いつも一人。え、だって攻める場所ないもん。それがもう俺はもう、すごく嫌。終了。なんかあるじゃん。あるある。ちょっと思い出してみて。お風呂入んないのよ。あー、それは汚い。りょうくんの気持ちもわかる。酒飲むじゃん、あの人。飲むとやっぱこうこっそり寝ちゃうのよね、そのままバレないように。お風呂入った手で寝ちゃうもん。お風呂入ってほしいな。まあさ、まあそれが好きなんでしょ。いや、お風呂入ってくれた人の方が好き。そっか、うん、せいって俺が言った方がいいかな。大丈夫。言えないよ、友達だから言えないよ。りょうくん今日臭いねって。なんか翔ちゃんが優しすぎるから、はいはいはい、なんかりょうくんが甘えてるとこあるから。あ、そこはどうにかした方がいいと思うよ。分かった、うん、なるほどな。そう、ちょっともうちょっと厳しくさ、はいはいはい、うん、あの人甘えてるから。なるほどね、うん、そうそう。ほんでファンがりょうくんかっこいいって言ってるから天狗になってるから。なるほどな。そうだな、ここ、うん、ビシッと分かった。そういうとこある、うん、なるほどね。ひょうにょう、美味しいね。ね、あ、できたべ。ありがとう。お、イエーイ。何鍋？セリ鍋。すごいね。すごいじゃん。どう？美味しい。美味しい。はい。おっと。たくさん食べて。ありがとう。美味しいね。美味しいわ。普通に美味しい。うん。でも臭いらしいよ。どういうこと？しょうちゃん。ね、何で急にそんなこと言うの、うん、ね、待って、りょうくん、臭いの、うん、りょうくんがお風呂入らんけん、臭いって。入ってるし。いや、俺は何も思ってない。一日に一回は入るよ、ちゃんと。夜入らないのはあるよ。だって朝入ったもん。うん、俺は思ってないよ。臭くないしね、別にそういうわけじゃないよ。俺だけかな。俺だけかな。俺だけだ。すーちゃん、風の噂を聞いたんだよ。マジで？そうそうそう。でもたまに入、まあ、入らん時もあるわ。うん、でも、まあ、まあまあまあ、なんか、風の噂よ。風の噂。風が、ビュンビュン吹いてるから。マジか。うん。ビュンビュン吹いてるな。次の日入るからいいかなとか思っちゃうじゃん。やげな。でもその間に何時間かさ、働いてきてるじゃん。まあね。うん。うん。でもさ、なんか、次にさ、人に会わなかったら別にいいかなとか思っちゃうじゃん。あー、そうな。そう。確かにな。それこそさ、つーちゃんと、うん、まあ、今日もそうだけど、会うってなったら朝からちゃんと入るわ。うん。まあまあまあ。なんか言ったんでしょ。ひょうにょ。
嘘だよ。ね、なんか、でも自分で分かんないといいもんね。そうそうそう。まあ、翔ちゃんがまだ若いからさ。うん。そんな、まあまあまあ、思ってたらちゃんと言え。その方がね、まだ、確かにな。気持ち的にやるよ。確かに。言われた方が、気をつけようと思う。そう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 。大人って気づかないじゃん。うん。だから、翔太も言ってよ、直接。確かにな。俺に、そうだな、ね。ごめんごめん。じゃあ、そうかもしれん。言うなんか言ってたん？そう、くせえって言ってた。なんでそんなこと言うん？いや、でも一日一回はちゃんと入るよ。うん。って、そういうことで言うとさ、もう、ね、もう、入らない人みたいな感じになるじゃん。うん、確かにな。俺は翔ちゃんの意見を聞いてるから、ちゃんとしてって思ってるけど。一、うん、日一回は朝か夜かどっちかは入る。まあ夜めんどくせ、まあ、ほら、なんでその、ふーんっていう。ふーんは強いよね。うん。うん。そしたらもう、入らないんだ、みたいな感じになっちゃうからさ。一日、じゃあさ、もう一緒に入ったら？あ、それを求めてるよ。みんなも。一緒に入ったらいいじゃん。もう、臭いと思われてんだよ。りょうくんが。どういうこと？結論どういうことよ？結論臭いだよ。え、待って、ちょ、言ってよ。俺は臭くないと思ってんのよ。ああ、ええー、まあ、だって俺も臭くないと思ってるよ。いやいや、相談してるじゃん、俺。いや、この人が臭いって思ってただけ。いやいや、違うじゃん。いや、急に。翔ちゃんが臭い。いや、俺は入らないって言ってただけ。翔ちゃんは臭いって言ってたの。言ってない。俺は入らない人って言ってたの。臭いって言ってたの。あ、じゃあ気をつけるわ。じゃあ一緒に入ろう。一緒入るの？うん。今日も一緒に入るよ。あ、じゃあ、まあまあまあ。それで臭いとこ直してあげてよ。え？いいじゃん、もう、つぐちゃんも一緒に入ればいいじゃん。そうだね。あ、俺もな。うん。一緒に3人で入ろう。じゃあ、お風呂。嫌よ、それは。なんでだよ。それははずいよ。丸く収まんじゃん、それ。いやいや。丸く収まんやろ。はずいわ。もうそれで閉めるから、一緒に入ろ、3人で。いやいや。それでな、そこでお風呂のシーンで終わるの。はずいわ。じゃあ3人でお風呂入る？入らないよ。入るの？なんで入らないけ？ 3 人でお風呂入ろ？入らないの？なんて言うの？うんって言ってよ。あなたは否定する立場やろ。何が入ろうや。一緒に入ろうや。一緒に3人で入ろう。嫌よ。一緒に入ってください。なんでよ。一緒に入ってください。違う。そういうことじゃない。一緒に入ってください。二人が謝ったら俺入るよ。じゃないよ。二人で入れ。二人で入ったら一番丸く収まるんだよ。そうな。